ねえ、この小説アニメ化されるんだって。何よ、嬉しくないの？内容はもう知ってるから別に。はあ？動くのよ、絵がつくのよ。文字だけじゃわからなかったところまで見られるのよ。動こうが絵がつこうが話は結局一緒だろ。じゃあ例えば私が文字だけになっても一緒だっていうのね？文字だけでも手に余るくらいだね。こんな風に動いても？ちょ、おい！どうしたの？一緒なんじゃないの？君に動きも見た目もなかったならこんなに苦労してないよ。そうよね、お風呂上がりの私にドキドキしたりもしないものね。わかったわかった、一緒じゃない一緒じゃない。もっと悔しそうにしてよ、勝った気がしないでしょ。で君はどうしたいんだ？その小説がアニメ化するからなんだって？え、それは別に。まさか一緒に見たいなんて言い出さないよな。早々に同棲気分か？そんなわけないでしょ、自意識過剰キモすぎ。安心したよ、一応は家族なんだから別にいいじゃない。嬉しかったことを話したくなったんで。バカ、昔みたいなことするなって言ってるんだよ。別れバカ。